こんにちは、たかしです。今日はですね、パンを作ります。大人気素人料理シリーズなんですけど、第3弾ということで、今日はですね、パンを作ります。小麦粉からちゃんと作ってパンを作りたいと思います。第3弾でパンはちょっとレベル上がりすぎだと思うんですけど、ちょっと頑張っていきたいと思います。こんにちは、たかしです。今日はですね、パンを作っていきたいと思うんですけど、材料とかはまあ大体みんなと一緒のやつですね。小麦粉と牛乳とマーガリンみたいな感じの普通のパンを作ります。ちぎりパンみたいなやつを作ります。とりあえずオーブンもないんですよ。電子レンジもないので、ちょっとどうやってパン作ろうかなって思ってるんですけど、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。けどレシピを見る限り、フライパンで作れるやつで調べました。パン作ろうと思った時に、ドライイーストっていうのが必要って書いてあるんですよ。まあ全然なくて、近隣のスーパーコンビニに。で、ベーキングパウダーっていうのが隣にあって、あ、じゃあこれでいいかなと思って、ちょっと調べて、なんかできるっぽいっていうことでやろうと思ったんですけど、友達がですね、栄養士やってるんですけど、その栄養士曰く、ベーキングパウダーで作ると、それはパンではなくて、ホットケーキだよっていうふうに言われました。すごい時間をかけて、頑張って、ホットケーキを作るっていう回になるかもしれなかったっていうふうに思うと、この本当にグッジョブだと思います。ありがとうございます。その栄養士とその助手にもらったこのドライイーストを使ってですね、パンを作っていきたいと思います。こういうね、なんか手紙ももらいました。ちょっと朗読しようか。この動画はですね、料理ほとんどしない超素人の僕が頑張って料理を作るっていう動画です。なので、まあ、ちょっとでも頑張ってるなとか応援したいなっていう方はですね、チャンネル登録と高評価忘れずにお願いします。パン作っていきたいと思います。牛乳とマーガリンを600ワットで2分温めるらしいんですけど、最初からちょっと無理難題を言われてるんですけど、どうしようか。電子レンジがないんですよ。だからチンができなくて、あ、フライパンで温めればいいのか。これとおいしい。で、マーガリンを 60g 入れます。はかりがないんですよね、こっちは。これが 140g らしいので、だいたい半分入れてきます。そんなに使うんだ。それっぽい、これに入れます。じゃあこれ温めるのか。温めるからこれに入れたら意味ないんで、半分って多いね。すげえいっぱい入れるじゃん。だいたい半分。人肌程度。人肌。36度ぐらいってことですね。温度計もないので、3でいきます。こんなもんかな。人肌って何だ曖昧なんだよな、こういうの。こういうの多くないですか？人肌とかさ。ひとつまみとかさ、ひとつまみって何グラムってすごいいつも思うんですけどちゃんと3グラムとか書いてほしい。次に行きます。砂糖とドライイーストをここに入れます。いやー、またグラムとかが多いな。ドライイーストを8g、 砂糖を 100g、 さっきのフライパンで溶かしたやつに入れてきます。で、これが15なので、ドライイーストはこれの半分ぐらいで、砂糖はこれを7杯ぐらい入れてきます。わぁ、ちょっと思ったのと違う全然思ったのと違うんだけど、ドライイーストって硬いんだ。あ、この中は粉なのか。何の匂いなんだろう、これ。これは何ですか？栄養士の先生教えてください。おー、じゃあこれ入れます。半分ぐらいで、次に砂糖入れます。入れすぎちゃった。これどうしよう。これは2杯分として100、これで 100g ってことですよ。イーストをふやかす。人肌っぽい、ちょうどいい感じの足湯って感じの。ほんとドライイーストって増えるってこと？こういう感じなんですけど、今合ってますか？これレシピちゃんとクレジットで載せた方がいいよね。一応クレジット載せとこうかな、レシピのね、クリエイターの人にね。
けどネガキャンになっちゃうな絵があるんですけど、もうほとんどあれなんですよ、小麦粉の生地みたいになってるんですね。あ、違う、あ、間違った間違った、大丈夫大丈夫。こう先のやつを見てて、これがあのパンの元みたいになると思ってました。じゃあ安心して次に行きます。で次が強力粉 500g、 強力粉、塩1つまみ3g ぐらいかな、これ1キロか。これに、これが300なんで、この辺まで入れてぴったりって形ですね。ということで 300g 入れます。よし、こんなもんですかね。はい、300g入れます。わあ、すごい。あ、パンですね、もう。じゃあ、一つまみもさ、エビに、これなのか、これなのか、これなのか。こっから混ぜて、生地っぽくしていきます。なんか最近こういう、ちょっと黄色みがかったぐちゃぐちゃしたものにいい思い出がないんですよね。ティラミスの時もそうですけど。怖っ。これ固まんのかな、本当に。全然固まんないんだけど、大丈夫これ。タルタル、またタルタルの一つに手でまとめるらしいんですよ、最終的には。パンの形、そっからあのちっちゃく分けていくってやつなんですけど、これ絶対固まんないんですけど見て、これを一つにまとめる。どうすんのこれ、小麦粉を増やせばいけんのかな。嫌な予感しかしね、あるんだよな、混ぜんの。香りがね、パンの匂いしてきたわ。多くない？この時点でもう結構硬い感じなイメージなんですよね。うわぁ、小麦粉を増やします。小麦粉を増やすってことはドライイーストも増やした方がいいかな、わからん。やっとパンっぽくなってる。あ、パンパンパン、きた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 。うわ、すげえ、急に発酵したわ。こういう、ほら見えるかな、こういう感じです。パンっぽくないですか、パン生地って感じ。これをまとめて200ワットで1分チンしますって書いてあるんですよ。で、そのチンが多分発酵、チンができないからどうしようかな。コンビニ行ってこようかな近くのセブン行ってこようかな。1分だけこうやって貸してください自然発酵ですよね、日本は。自然発酵をして、とこれを様子見たいと思います。これ見る限りのレシピじゃないんですけど、なんか一次発酵が50分から60分ぐらい、だいたい1時間ぐらい置いてみたいと思います。見ますか、これ発酵前こんな感じっていうのちょっと見せますね。今ね、こんな感じです。ちょっとツヤツヤ感じがします。さっき混ぜてから5分ぐらい経ったやつなんですけど、触っていいのかな、こんな感じになるんですけど、合ってんのか。それではまた1時間後。発酵してたんですけど、すごいパンパンになって見て、これこんな、さっきもうちょっと少なかったのに、こんなパンパンになってあー、おもろすごいパンパンになってこれ大丈夫かな。あの、1時間待とうと思ったんですけど、ちょっと様子見に来たらこんなパンパンになってたので、ちょっとこれで行きたいと思います。こんなに発酵するんですね。ちょっと分量間違えたかなとりあえずちょっとこれで行きたいと思います。強力粉 500g、 これ1キロか、これが300なんで、はい、300g、 きた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 。うわ、すげえ、急に発酵したわ。はい、ということで発酵終わりました。終わったんですけど、あのちょっとやばい、こんなんなんですけど、なんかパンパンになりました。こぼれそうだけど、スペースがあったんですけど、上までパンパンになりました。なのでこれをですね、形作ってパンにしていきます。丸いパンを作って、形を作って、このフライパンで焼いて完成ですね。こんなんでいいのかな。うわ、こういう感じなんですけど、合ってますかこれを、あ、けどパンの匂いはしますね。なんとかなる。こいつをですね、まん丸にしていって、フライパンに入れて焼いていきたいと思います。手でいくか、こんなか。あ、けどっぽくない
あ、小麦粉とかつけた方がよかった。ちょっとこれ失敗したかも。ちょっと大失敗。ちょっとどうしよう。最悪、両手をただ、ちょっと待って。どうすればいいんだろう、これ。ちょっと手を濡らしたので、濡らしてやってみます。あ、濡らすといいね。あ、お、いい感じ、いい感じ。あ、見て。こういう感じ。お、はい。焦点。こい。こういう感じなんですけど。すごくない？パンっぽい。よし。とりあえずね、今ね、こういう感じなんですよ。こういう感じです。これを焼いていきます。弱火で、お腹鳴った。8分くらいだそうです。弱火で8分くらい焼いて、ちょこちょこ火加減をチェックするということです。これで、蓋をしないといけないみたいなので蓋します。危ない。焼き始めですね。まだ、こんな感じです。ちょっと大丈夫か、これ。はい。今、こういう感じです。これをだいたい8分ぐらい焼いていきます。こっちで焼いてるんですけど、すごいパンのいい匂いがしてきた。いい匂いがしてきました。さっきよりもね、すごい膨らんでます。なんか1個の大きい、こういうパンのやつを。結構、焼き目が綺麗についてる感じなので、もうちょっとやって、このね、お皿に、この表面をひっくり返して、で、もう一回片方も焼き面をつけるっていう、超難関が待ち構えてますが、もうちょっとやっていきたいと思います。焼き面がいい感じについてました。なので、このフライパンのものをひっくり返すと、こっちにひっくり返します。よし。せーの。見て、超いい感じじゃないですか。おお、パンじゃん。すごい、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 すごい。これをですね、このまんま、こっちの面、反対面、ちょっと、これをこうして、こうします。こっち側も焼いて、もうちょっと待って、完成です。裏面を焼いてます。で、今見た感じ、結構いい感じなので、ちょっとこれも揚げます。いよいよ完成です。こっちに移すか。ということで今こっちに移したんですけど、見ますか？これめっちゃいいかもしれない。見て。じゃーん。どうですかこれ。パン。この方がいい？パン。すごい大きなパンが。できましたということで、このパンをちょっと食べていきたいと思います。はい、ということでパンできました。一応ね、ちぎりパンみたいなのを作りたかったんですけど、基本的に1個の大きいパンになりました。一回ホットケーキ作らない予定だったんですけど、ホットケーキみたいになってますね。ああ、難しいですね、料理っていうの。味は多分ね、美味しいと思います。いただきまーす。これを、まあ、ちぎって食べればいいんだよね。いい感じで、ちょっと湯気とか取ってほしい。あっち、あっち、湯気。ここ、これ、ほら、すごいすごいすごい。熱々です。ちぎって、これなんですけど。うお、美味しそうじゃない、この絵。では、いただきます。パンですね。ちょっと味がないの。ちょっと味がないかも。味がないな。まあ、パンはね、本当にこれ、あ、これも普通にパン。バターとか、あ、マーガリン使うか。マーガリン塗ってみようかな。これをこういう感じ。うん、うまいわ。パンとコーヒーありますよね。ジャムとかあれば美味しかったな。はい、ということで一応完成して
食べました。で、あの味は普通に美味しかったです。ちぎりパン作りたかったんですけど、とりあえずそれはちぎれるだろうパンで、これが一番美味しそうなちぎりパンで、これ美味しそうですよね。で、味はパン、小麦味って感じ。小麦、砂糖、卵の組み合わせのシンプルなお菓子がすごい好きなので、普通に美味しかったです。いやパン作り初めてしたんですけど、頑張ったんですけど、どうですか？僕が作ったレシピ、一応迷惑じゃなければあの概要欄に載せておきますので、それを見ながらぜひ作ってみてください。で、次の動画で料理動画とかまたやりたいと思ってます。で、こういう料理作ってほしいとか作ってみたらっていうのがあればですね、ぜひコメントしてください。コメントしてくれたものからですね、優先的に作りたいと思います。本日の動画は以上です。インスタグラム、ツイッターやってます。概要欄のリンクからチェックしてフォローをお願いします。少しでもこの動画気に入ってくれたなら、チャンネル登録、高評価お願いします。さよなら。